どうも皆さんこんばんは。校長の中野渡です。この度はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。テレビ夕刊等で十分ご存知のことと思いますが、今回の事件の概要を原田学年主任からご説明申し上げます。では原田先生。本日朝、本校2年3組の井上美智子さんが自殺しました。詳細について申し上げます。2年3組担任の戸田が第一発見者でございます。事情聴取中の本日午後5時ごろに、学校の住所で戸田宛に封書が届きました。封書。差出人は井上美智子、生前に投函したものと思われます。どういうことですか？お聞きになった通りです。名前が書いてあるんです。なんでうちの子の名前が書いてあるんですか？なんでと言われましても。なんでうちの子の名前が最初に出てくるんですか？いや、なんでと言われましても。じゃあ今残ってるのはうちの子たちだけなんですか？そうです。呼ばれた親も私たちだけってことですか？そうです。すいません、お待たせしました。ご苦労様です。ただいま2年1組の石井かな子さんとかな子さんのお母さんが来校しました。用件は何だったんですか？本日夕方5時ごろ、石井かな子さん宛に封書が届いたそうです。差出人は井上美智子。それにしても悪いやつよね。2通も遺書出すなんて楽しんでるとしか思えないわ。そんなことないでしょう。そんなことあるわよ。よっぽど歪んでるのよ、性格。何か文句あるの？美智子さんは必死で訴えていたんだと思います。先生は信じてるんですか？何をですか？お弁当箱に泥入れたり、革靴隠したり、ジャージ生ゴミに捨てたり、そんなこと本当にあったんですか？嘘をつく子ではなかったので。それじゃあ先生、本当だったとしましょう。でも先生はクラスでそんなことが起こってるなんてこと全然ご存じなかったんですよね。ちゃんと話を聞いてたって本当に聞いてたんですか？ちゃんと聞いてたら普通わかるんじゃありませんか？何にも気づかなかったなんて冗談じゃありませんよ。責任問題ですよ。先生がもっとちゃんとしっかりしていたらこんなことにはならなかったんじゃないですか？まったく。ご存知の通り彼女が第一発見者です。人工呼吸も彼女が行いました。相当ショックを受けている様子で今ああしてますけど、かなり気張った状態なんです。心配なんですよ。心配？はい。人のことも閉じ込めといてよく言えますね、そんなこと。いや、そう言われましても。お待たせしました。どうだったんですか？はい、5人とも全く知らないそうです。思った通りですね。はい。遺書のあった内容の事実はなかったということです。ちょっと待ってください。はい。喉から合わせてもらえませんか？いや、ですからそれはちょっと、はい、今すぐ会いたいんです。あなた、お前は黙ってなさい。先ほど八島さんにもご遠慮いただきましたので申し訳ありません。はい。何ですかそれ？わかりました、とにかく行きます。どうしたんですか？職員玄関に不審者が来るそうです。不審者？ちょっと失礼します、すぐ戻りますから。私も行きます。失礼します。普通にしてました。普通って？子供たち、普通にしてました。そりゃニコニコしているわけにはいかないでしょう。はい。先生、大丈夫ですか？何言ってるんですか？全然大丈夫ですよ。あなた、困ると言ったでしょう。すぐ終わるって言ってんだよ。困ります。部屋から出てください。ちょっとだけです、話させてくださいよ。言うこと聞かないと警察呼びますよ。君は誰だ？遠藤徹と言います。新聞販売店の雇われ店長やってます。新聞？美智子さんがうちでバイトしてました。
うちの生徒がバイトですか？なんかまずいんですか、新聞配達。今日の夕方、この手紙が届きました。今日は良かったです。念願叶いました。俺ずっと思ってました。親の顔が見たいって。さあ、謝れ。みちこに謝れ。謝れ全部私が悪いんです。許してください。先生は悪くありません。あなた。申し訳ありませんでした。教えろ。人としてやっちゃいけないことをやったんだって分からせろ。人殺しの罪一生背負わせろ。分かった。失礼しました。まさか今の話真に受けたわけじゃありませんよね、原田先生。辺見さん、今彼に謝罪なさいましたね。なぜですか？まあ辺見さんの気持ちはわかりますよ。あんな風に言われちゃったらつい情にほだされますよ。そうですよね。違います。え、覗いたんです、のどかの携帯。すみません、ちょっと失礼します。どういうつもりなんですか？え？どうしてそんな自分勝手なことができるんですか？自分勝手？自分たちのしたこと分かってますか？そうですよ、一人だけいい子になって。いい子になったわけじゃありません。先生、どうしたんですか？歩いてすぐそこなんです、みちこさんのお家。え？お線香をあげさせてもらいました。お話もしました。そんなつもりじゃなかったんですけど、皆さんが来てるって話したんですよ。そしたら死んだら楽になれるんですかね。死んだらあの世に行ってお父さんに会って楽しく暮らせるんですかね。警察の人が言ってました。首吊りは苦しくないそうです。脳に酸素がいかなくなって一瞬で気を失って、10分も経たないうちに心臓止まるそうです。でも、そんなこと言われてもね。ああ、そっか。それならよかった。なんて思えないですよね。あんたは楽でいい。死んじゃったんだもん。私、まだ生きるの。私、まだ生きなきゃならないの。それ、ひどいよ。それ、あんまりだよ。あ
私にも来たんです。手紙。やる。殺してやる。許してあげてください。どうしてください。許してあげてください。シロさんもミドリさんものどかさんもレイラさんも心から反省してます。本当です。許してあげてください。お願いします。お願いします。し保健室行きましょう。大丈夫です。なんで謝ったんですか。え、反省してるって何ですか。戸田先生、いじめなんかなかった。なんで謝ったんですか。戸田先生は生徒守るために言ったんですよ。とんでもない、大迷惑ですよ。あの子たちが本当にそんなことしたかどうか私には分かりません。何を言ってるんですか。校長先生、私やっぱり教員失格です。え、許せないんですよ。許せない？あの子たち、普通なんです。普通にしてるんですよ、控え室で。この世で一番あの子たちを殺したいって思ってるのは、みちこちゃんのお母さんじゃありません。私です。すいません、失礼します。ご登場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。